質問をではお願いします。平田選手が組むスタメンの開幕スタメンのオーダーを教えてください。俺監督じゃん。平田監督お願いします。リアルになりますよね。リアルですね。でもやっぱ聞かれたことにはやっぱ真剣に答えますよ。そうだな、どうしようかな。そうですね、一番ライト僕ですね。はい、まあ、理由としては、まあ、2018年の、数字でいくとやっぱ出塁率が高いっていうの、出塁率打率高いっていうのは、あとはまあ自分で言うのもなんですけどチームの中では走塁うまい方だと思ってるんで、まあ、盗塁はできないですけど、ね、盗塁と走塁は別なんで、盗塁はできないけど走塁うまい方だと思ってるんで1番に自分を置きます。で2番に、どうしようかな。2番ショート堂上直道。これはあの春キャンプの状態にもよりますけどオープン戦とかね、やっぱ直道が守備一番うまいと思うんで僕は直道を勧めます。今日のところ見ててこう感じたところですか。ここからは変わりますけど、はい、でもこう去年のそのシーズン最後の方でいくと2番ショートと堂上直道ですね。あ、なるほど。はい、はい、3番は3番サード高橋周平。めっちゃ嬉しそう、一番嬉しそうやね。ね、ちょっと今出ましたね。ね、なんか今数出ましたよね。周平選手が出ましたね。で、3番。はい、で、4番ファーストビシエドですね。で、5番レフトアルモンテ。で、6番センター大島さん。で、7番、どこのことだ、セカンドか。7番セカンド。亀田選手、外野守る、外野そんな簡単ちゃうまあ、7番セカンド、もう引退した、引退したそうだね、まあ、強打とか、強打とかかな。で、まあ、ネオが出るんだったらネオショートにしてセカンドにどのような道入れたりとか、うん、で、8番キャッチャーですね、はい、キャッチャーは誰なのか。だろうね、俺は加藤だな。2年ぐらい前から使ってってます。彼はね、あのドライバーがすごく飛ぶんですよ。ドライバーがすごいからもうバットじゃなくてドライバー持ちゃいいんじゃないかな。そんぐらい当たりがすごいんですよね。でもドライバーあんなに飛ばせるっていうことは体の使い方がすごくうまいと思うんですよ。だからバッティングも一つコツをつかめば絶対良くなると思います。なるほど、はい、期待ですね。期待ですね、はい、というオーダーでございますが、はい、いかがでしょうか。ピッチャー、開幕投手ピッチャー、開幕王です。開幕は DeNA ですよね。それは否定すると俺も何かと難しくなります。まあ、ちょっと今の聞こえなかったこととして、そうですね、はい、でもやっぱ外の球場になるんで、僕、名古屋ドームだったら吉見さんがいいなと思うんですけど、ただやっぱり外になってくると、はい、話が変わってきて、そうだな、笠原とかどうですかね。どうですか。楽しいです、楽しみです。いや、俺監督ちゃうからぴったりだったらすごいですよね、これがね、また春になった時に、ね、そんなに面白いかなって思う、ね、そうですね、はい、いや本当にいい戦いを、ね、期待しましょう。ではプレゼントを受け取りください、はい。